パープルーム TV。 はい、パープルーム TV 今日も始めていきたいと思います。今日のゲストは山本ひろきさん。こんにちは。今日はおとなしいですね。今日なんか小さな声で、小さな声、前回ちょっと動物園だったのでね、なんかみんなちょっとずつ個別に謝りにやってくる回みたいになってるけど、そういうあれじゃないですか、ね、そういうわけじゃない別に悪いことしてないですからね。そうそう、山本さんがこう遊びに来ていただけるということだったので、結構急遽ね。そうなんですよ、うんうんうん、いかがですか最近は。最近楽しくやってます。日本に1月から戻ってきて、うんうん、はい、私たちちょっとヘロヘロだよね今ね。なんで今日は久しぶりにパープルーム一同が午前中に集合するっていう、脇さんも脇さんも含めて異業、ね、異業を成し遂げて、初めてぐらいかな。初めてかもしれない、午前中全員は初めてかもね、うん、脇本さんとか入ってからはなかったっすよね多分。そうだね、午前中って言っても11時後半、11時後半ではないか、11時前か、11時前です、に全員集まったもんね。そこでもう結構体力使い果たして、脇さんあれだね、お湯が沸いてますね。これ沸いてる？沸いてます、沸いた音がしてます。湯気出てる、うん、はい、うん、それだけで午前中にやってきて、やってきて、まあそれでいろいろバタバタして、すでに我々の体感時間がこう深夜ですよね。いつも何時ぐらい起きるの？朝。もうね、しえちゃんとか朝は起きない。夜の11時に起きたりしてるから、なんかもう夜型とか、え？何？何？やめて。はい。短いから。何時とかないよね。何時とかない。なんか好きな時に寝て好きな時に起きるっていう。そうなんだ。携帯のアラームも24時間全部。全種類ある。あ、俺もある。すごい俺もある。なんかすごい刻んである俺も。すごいある。僕は結構ちゃんと起きてるから。俺もすごいある、こういう感じで。これ17分とか。私も。うん。あ、そうなんだ。うん、23時から12時、1時。だって俺、4時43分とかまで。僕超まともですよ。あ、本当だね。本当だ、すごい。え、そんだけ？こんだけ。え、なんかあれ基本朝なんだね、起きるの。起きないといけないのはもう朝しかないですね、起きないといけない状況は。お昼周辺が結構多いんだよな私は16時が6つあります。おや何の用事でそこに起きるの？そんぐらいには起きよっかなみたいな。わかる。だから、うん、16時とかはだから3時間寝ようとか6時間寝ようとか。アンガンさんお茶に興味ないから。じゃあ山本さんこちら。ありがとうございます、はい、あ、やってないじゃん。お茶が入りましたなりーって。シエ様こちらでございます。ありがとう、はい、そう、これ誰か飲めばいいんじゃない。アラン飲まない、うん、うん、はい、あ、お茶飲まないんですか、うん。あ、気をつけて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 。その画面の外でなんかいろいろ起こさないこう画面の中がこう貧しくなってる、うん、あっちの盛り上がってる、はい、そうなんですよ。なんかこのぐらいのあれがいいですね、うん、あ、そうなの。僕は、うん、こっちがいいかな、うん。いや、山本さんすっごい楽しそうだったから、前回はしゃいでたから、もう漫画はしゃぐとちょっとはしゃいちゃうんですよ、ね、ここまでね、全然じゃついていけないなと思ってたけど、本当はこれぐらいがいいんですね。よかった、安心した。んみんながはしゃいでると、うん、うっかりはしゃいちゃうんですよ。梅津さん次の日ぐったりしてた、うん、そうなんだ。疲れたわ。脇は楽しかったって言ってたけど、うん、楽しかった、うん、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。ジョナさんまで来ていただいて、うん、パンケーキ食べない。そう、これ先ほどね、リンゴ20個ほど限界アップルになりそうだったから
あれだよね、私とシエさんで剥いて、気づいたら13個剥いてた、そうだから俺が8個剥いてシエさんが13個剥いてる、21個だ、21個分のリンゴをこう寸胴鍋でですね煮詰めて、そのあリンゴのコンポートが乗ったホットケーキです、はい、これ絶対美味しいと思う、うん、食べてください、 ありがとうございます、いただきます、この距離感あれですよね、はい、うん、切らないといけない、あ、じゃあやりましょう、やりましょう、切りました。あ、好きな、切りましょう。好きな、好きな大きさに切って、はいはい。どうぞどうぞ。進めて。はいはい。なんだろう。パープルテレビってどんなだっけ。なんかこう忙しすぎて忘れて。いや、私何を喋ってたっけ普段。あ、久しぶりなんですか。僕は久しぶりですね。そういえばさっきシャトレーゼでお菓子買ってきたから、それもよかったらどうぞ。ありがとうございます。あ、シャトレーゼとか言ってたけど、じゃあシャトレーゼ。ありがとう。久々なんですかこの TV、 TV は、うん、いや僕は久々ですね、でもアランがこの前ね、うん、あ西島さんとやった後ってあんまやってなかったんですか、やってない、やってない、ピンク、あ、まあそっか、そやってないですね、ありがとうございます、あこれね5人で分けて5個だから、あ、ありがとう、ありがとう、温度のあるものから食べようかな、そうだね、熱エネルギーが、あ、うまい、優しいや、うまい、リンゴうまいね、リンゴがね、美味しいですよ、リンゴめっちゃうまい、うん、うん、美味しい、あ、食べます、取りましょうか、これ鶏肉ね、これ使うと、取ります、うん、ありがとう、うん、うん、ホットケーキの限界はやっぱ超えてる気がする、うん、な、そう？そんなことないよ、トロトロってことですか、いや、ホットケーキと呼べるかどうかみたいな、厚さの問題ってこと、何なんでしょうね、全然呼べるよ、これ呼べる、呼べる、呼べるよね、うん、普通に美味しい、こういうお菓子あるよね、うん、あるある、うん、いや、ホットケーキじゃなくてそういうお菓子になってるみたいな、うん、うん、混ぜ物の限界を超えてるっていう、いや別にいいんだけど、いいじゃないですか、我々も予備校の限界をとうに超えてますよ、うん、まあそうかもしれない、うん、予備校の限界は何によって決まるの、なんか何の予備なのかっていう問題と、あ、そういうことか、もうよく聞かれるのは卒業あるんですかとか、そんなのね考えてるわけないじゃないですか、ゆるゆるの設定、あ、うん、撮りましょうか、大丈夫、安藤さん、さすがカメラを遮る、素晴らしい安藤さんのフレイング。食べたい。うまい。うまいね。うん、思ってたより美味しかった。ね、美味しいよね。美味しいでしょ、これ。我々は結構何回か食べてるもんね、これ。普通に美味しいんだよね、これ。え、わちゃん食べなくていいの？あ、食べます。食べた、食べた。待って。これ、じゃあこれ使えばいいじゃん、あ、取る取りました、ね、あ、じゃあ、どうぞ、一回持っていけば、あ、そうか、うん、まあまあ、なんか今日トピックみたいなのあるんですか、トピックは、打ち合わせですよね、あ、打ち合わせ、うん、公開打ち合わせ、公開打ち合わせ、実はね、この春に某出版社からパープルームのおかわりしようか、まあ、本当に美味しいでしょこれ、うん、嬉しいですね、これ使ってる素材はかなり良質なものだもんね、うん、本当はこう生で食べる用のリンゴを煮詰めてるから、そう、うん、うん、もう食べようかな、うん、そう、そのパープルーム本を、うん、作るにあたって何かみたいな、そう、山本さんに、うん、あの執筆を依頼しておりまして、うん、その内容をどうしましょうかって話ですね、まあ、それもあってこう遊びに来てくださってるんですよね、今日、そうです、そうです、うん、うん、
やっぱり僕からすると山本さんというのはこう これですか、何ですかね、そう僕からするとこれ山本さんね、まあ何回も紹介してますもんね、この番組でも、うん、ありがとうございます。もう違う惑星から来た方っていう感じがする。梅尾さんが飲んじゃった。あ、全然全然全然むしろこう美味しくなったこれが。はい、そういう違う場所から来た感じがあるので、うん、うん、だからそのサープネームが山本さんから見たらどう見えるのかなとか、うん、美術史的に、まあ いろいろですね、うん、やっぱりそのパープルームってこうともすると本当にこう見られ方というかあれがこう固定化しつつあって、今6年目かな、うん、美大批判グループだったりとか、うん、まあ、そういうこうオルタナティブスペースとか、なんかそういうちょっとこう小さいこうタグ小さいっていうかこう、うん、まあ、ちょっと固定化しつつあって、まあでもそれはしょうがないじゃないですか、そういうさ、うん、まあでもそこに山本さんっていうさ、これまでそういうものをこう見てきたわけじゃない方に、うん、もうちょっとこう違うパースペクティブでパープルームっていうものを、まあ、捉え直していただきたいというか、うん、ふわっとしたところから入って、そうだってその前回はね、パープルタウンを山本さんがすごい面白かった、満喫していただいて、はい、うん、だからその正直その山本さんが来る前まではこんな本書かれてる人がさ来てさ、なんかこうどう思うのかなとかさ、多分つまんないとか言われたらどうしようとかさ、ちょっと不安だったわけじゃん、うん、でも蓋を開けてみると結構動物園になったっていうか、うんうん、そういう山本さんのせいで動物園になったじゃないですか。いやいや、まあ、それはまあ適当に言ってるんだけどそのでもまあその多分山本さんからすればその全面的にパープルームっていうものを支持できるわけでもないけれども、うん、あ、これ無視しようみたいな存在でもないのかなっていうような気がして、うん、それだったら、出会ったばっかりだし、まあまあ、鮮度がありますから、こういう段階でこう、だから気心の知れた仲じゃないっていうか、うんうん、そういう段階でその執筆を依頼するのはいいなと思ったんですよね。うん。OK、うん。そう。だからその、パープルームは素晴らしいとか書いてほしいわけじゃないんですよ、全然。うん。うん、まあ、ディスってほしいわけではないですけど、うん、まあ、結構フラットにっていうか、その自由に山本さんがこう、うん、パープルームっていうものを通して自分の言いたいことを言っていただいたり、だからこう批評っていうよりかは、あのこのいい意味でこうラフな出会い方をしてるので、その、うん、あの出会いのこうみずみずしさをこう捉えるには、うん、批評的な文体じゃない方が、もしかしたら批評の文体っていうかこう、うんうんうん、もしかしたらこう山本さんの個人的な体験っていうか、そういうところが導入で入って、そこからこう批評的な視座がこう入ってくるみたいな、うんうんうん、方がいいのかなとか、どうでしょう。オッケー、あ、なんか全てねこうオッケーだとこう逆にこう。そわそわしちゃいます。本当ですか、はい、いやいや、うん、分かった、なんかそう、なるほどなるほどって感じの、はい、そういう風に書いてほしいっていうのは分かりました、うんうんうん、でもなんかそれを組んでいただかなくてもよくて、うんうん、うん、OKOK とか言って開いたら全然違うじゃんみたいな、あ、確かにね。でもなんか、まあ別にわざとそんなね、うん、裏切っていただかなくても、うん、分かりました、うんうん、僕はあの、うん、結構あのバランスっていうか周りとの配置考える人なんですけど、うん、はい、他の執筆者はまだちょっと言わない方がいい、言わないというかその言えないっていう、ああ、まだどうですかね、そうですね、まだ、うん、もうちょっと、うん、もうちょっと経ちますね、うんうん、頑張ります、うん、いや、かなり楽しみですね、今その本の制作で夜な夜なドナさんにね、あ、そうなんだ、集結して編集パープルーム編集部みたいななるものを組織してやっておりますよね。え、自分たちであれ組んでたりするの？そうです、そういうページも主にシエさんがやってたり、あとそのデザイナーの木村さんも入りますし、うんうん、そう、昨日はアランさんもね
初参加というかちゃんとこう実はちゃんとやってくれてそうなんだ、うん、すごい。マキは店員さんでいるよね。うん、そう、マキはその店員さんでいましたし、うん、映ってないんだよね。映ってない、映ってるんだね。映ってないよ。そうか、まあいいよ。うん、まあ、どっちもいいけど。なんか今パープルームは割とこう、うん、良い状態なのかもしれないですね。良いっていうのはそのこう滞りなくコミュニケーションが取れ、うん、円滑に回り、かといってこう適度にこう楽しみと緊張感もありっていう。どうですか、ランさん。これ今言わなくても良いのでは。うん、でも、うん、まあ、うん、なんかちゃんと仕事はそれぞれしてたりとか、うん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 、してると思うんですけど、うん、結構なんか精神的には暇なところあったりしますよね。いや、だからそれは一時期がこう予断を許さない感じだったじゃん。はい、そういう感じではなくなったっていうか、でもそういう状態って仕事できないから、うんうん、だからまあ仕事ができるという意味では良いって言えるかもしれないですけど、そうですね、ただ我々仕事をするための組織なのかって問題ですか、うんうん。面白いかどうかの方が、いやだからそこが難しくて、うん、昔の我々が面白かったのかって言ったら確かにおかしかったけど、あれは面白かったのかっていう問題がありますよね、うん、まあそれはありますけどね、うん、だからその変なことやろう選手権とかで言ったら、うん、ね、とある人たちとね、その人々はある意味それでこう言ってたかもしれないけど、なんかそのアートってその変なことして俺すげえだろみたいなゲームじゃないでしょみたいなことじゃないですか。分かんない それともまたちょっと違うんじゃないですか。そうかな、そういう面もあると思うけどな。でも今は淡々とちゃんとやってる感じはしますよね、うんうんうん、なんて言うんでしょうね、まあ、成熟したんでしょうね我々も。ちょっとなんか想定、うん、できることの方が今だいぶ多くなってると思うんですよ、割合としては、うん、まあ、それが良くないか良くいいかはまた別ですけどね。だからそれは周りの環境もそんな変わってないから、仮想敵とかも顔見知りになっていくってことでしょ、うんうん、仮想敵が顔見知りになってる。そうだから最初はカオスランジとかとももうちょっとこうピリついてたんですけど、うん、今はそんなにピリついてないっていうか少しはピリついてるけど、多分僕はおそらくクロスさんにはミュートされてるんですよね。何ミュートって何？ツイッターの機能。ツイッターの機能でタイムラインにその人フォローしてても表示されないという。だからでも本当だったらブロックされたりフォロー外されてもいいわけじゃん、うん、多分ミュート止まりっていう、うん、で私は結構それに そんなことに地味にダメージを受けるほど、うん、繊細なこう今スケールになってるんですよ、カオスラウンジとの中はこう、うん、昔はもうちょっと本当に喧嘩っぽかったもんね、もうちょっと、うんうん、何のことで喧嘩するの？別にカオスラウンジととかじゃなくて、うん、人と何だろう、心情の違いとか、あとその、うん、意見の違いを SNS とかまたはその直接述べた時にあの誤解を生んでいくわけじゃないですか、その、うん、この言葉尻が気に入らないとか、うん、よく分かんないところに誤爆してしまったりとか、大半はそういうことだと思います、うん、本質的なこう対立じゃなくて、パープルームっていう組織とか、うん、カオスラウンジっていう組織とかで、うん、なんかどっか穴があったりするわけじゃないですか、組織があったりすると、うん、なんかそこついた時とかに過剰反応で帰ってきたりとか、うん、お互い、うん、なんかそういう感じで、うん、なんかいざこざというか、うん、そういうことがあったりって感じですね、うん。でもなんであの全然これは全然批判とかじゃなくて、うんうん、はい、みんな見てほしいのその喧嘩を。結構みんな公開でやるじゃん。あどうなんでしょう、別にあの電話してさ、うん、なんかあれおかしくねとか言えばいいじゃんとか思う時もたまにはある。電話はしないんですよね僕、うん、あそうですね、でもメールしておかしくねみたいな、メールなんかこう公の場でやる感じはあるなと。確かに、まあ、全然それが悪いとも思わないんだけど、確かにここは結構ざっくりした方向性が、うん、もう真反対じゃなかったら結構友達になれちゃったりする。僕も全然なりますね、うん、だからそういうあえてプロレス的なものを可視化させなきゃいけないんじゃないかっていう脅迫観念もあるのかもしれないですね、うんうん。
バッフルームは多分ツイッターが義務化されてたりとかっていうシステムがあるんで、そうなんだ、うん、だからやっぱりギニル特戦隊でグルドがいたらグルドから倒しに行かなきゃいけないみたいな、あ、なるほど、多分安藤さんとか絶対そう思ってるので、うん、グルドクソじゃんとか言って、もうね、そうなんだ、うん、だけどそのまだ倒しに行くシーンじゃなかったりするわけじゃん、あれなんでもう、 もう行ってんのみたいな、うん、その時に安藤さんを制止できないからしょうがないから加担したりとかした時に、加担はしてないかな、うん、なんかこう中和しに来るよ、そう混ざってるの、うん、それが失敗したりすることが多い、そうな、それこそじゃあ、うん、じゃあそれこそ動物園みたいないやもうちょっと文化的だと思うんですけど、要は緊張感とかを与えていきたいし、うん、っていう話なんですかね、うん、なんかほっといたらみんなあそこの展示良かったねとか言って隠れて批判してるみたいな状況になったりするような気がしているので、うん、人間ってやっぱ、うん、あ、そうですね、パープルのいいところは、うん、こう内輪で言ってる話と外に向ける話がほとんど一緒なんですよね、あ、そうなんだ、うん、裏表ない系ね、そうそうそう、だから過剰にそこをこうなんか一緒にしようと思っちゃうところがあって、ほとんど言ったらつぶやいちゃおうかみたいな感じ、あ、そうなんだ、うん、公表しちゃおうみたいな、うんうん、そうなんだ、うん、まあでもこの話はいいか、そんなに、うん、まあそんなに、ね、発展性がないもんこれ、うんうん、そうですね、うん、紅茶もう一杯いただいてもいいですか、はい、あれじゃないですか、安藤さんのあの芸大の話とかに移ったらいいんじゃないですか、本当ですか、うん、じゃあ秋元さんが紅茶で、はい、チェンジ、ここじゃあ座る、じゃあまたアランさんも戻ってきてもらうけど、いやいや、そう、それはであのメズさんちょっと喋ってたけど、何か行こうかなって思った時に、うん、まあ、やっぱ教育のこととか、うん、まあもちろんそうですね、山本さん自身が今、そうなん、今じゃないか、4月からか、1月から、ね、1月、あ、もう1月からもう始まってるんですよ、芸大の GA の、そうね、それ助教になったんですけど、うん、あの楽しいんですよ、すごい、うん、楽しいんだけど、うん、あの僕自身その、うん、日本に戻ってきて、うんうん、教育機関に所属するってなった時に、うんうん、まあ、それ全然やつぶってるわけじゃなくて、うんうん、学生にプラスになった方がそれもちろんいいじゃないですか、うんうん、僕がプラスにならないやったらやんない方がいいし、はいはい、結局その大学は学生のためやと思ってるし、うんうんうん、自分が学生の時はそう主張していたわけだから、はい、うん、みたいなことで、うん、なんかこう教育ってなんだろうなとか、うんうん、そもそも美術を教えるとかさ、はいはい、美術って何を教育するのかみたいなともするとさ、うんうん、逆になんか、うん、あり余る可能性を一生懸命変な強制ギブスで押さえつけちゃうみたいなさ、そうそうですね、こともあるわけじゃん、うん、もしかしたらその先生と言われてる人たちが自分たちも分かるような形に押し抜く、人間ってやっぱり理解不可能なものが怖いんだと思うんだよね、そうですね、うん、やっぱ自分の分かるものの中でなんかそのコントロールしてたいみたいな、いやだからまさにそのね、今もうすぐゴミ大伝道が始まるけど、うんうん、完全にそういう風に加工された中での先生に分かりやすい、ね、うん、こう水準を持った人の中でのこう優劣で、うん、その学内でのね賞が決まったりとかするし、うんうんうん、そうだから美大に、うん、まあ、もちろんその美大は美大でいいところはあると僕は思うし、うん、逆に言うとその例えばパープルはある種も、うん、あのよく言われることでオルタナティブとしても働いてるとしたら、うんうん、そういうところじゃない人たちにとっていい場所なんだろうし、うん、みたいなそういうのがあると思うんだけど、じゃあ美大だって何なんだろうなみたいなのは最近はちょっと考えて、それは結構僕も考えてますよ、もちろんですけど、何のためにみんな美大だってさ、大学はさ、うん、あのアランさんともしゃべってたけどさ、うん、まあ、ちょっとモラトリアム的なところもあって、うん、なんか、まあ、いきなり高卒でなんかじゃあ働くっていうのはな、うん、みたいな、普通みんな行くしなみたいな感じで行くならさ、うんうんうん、分かるじゃん、その、はい、僕なんか社会学部なんてもろそんな感じだから、うんうんうん、でも美大っていうのはさ、ちょっと選択が入るでしょそこに、うん、そうですね、だってそういうつもりなら別に美術じゃなくていいじゃん、うん、むしろもっと普通のさ、なんか文献大学でいいじゃんとか理研大学でいいじゃんとかさ、うん、だからなんか美大に行くってことはなんかを持っていくわけだし、うん、みたいなの考え始めて、うん、なんか美大がもしその学生のためにいい場所になるとしたら、うん、なんかどういうことを
どういう場所なんかなとか思って、うんうん、でもカパープルームに来ていろいろ喋りたいなと思ったのも、うん、まあ、なんかそういう教育っていうのをさ、また別の仕方で考えてるわけじゃん。そうですね。でどっちがいい悪いというのは僕はジャッジするつもりじゃないし、できると思わないけど、うん、なんかそのいろいろ喋りたいなと思って今日は、うんうんうん、そうか、これは喋ることがありすぎて逆にこう、うん、躊躇する分野なんですけど、うんうん、まあ、やっぱりこのパープルーム自体が、うん、これ食べていいですか。もちろんもちろん、うん、嬉しいですね。ちゃんとなんかいっぱい食べていただけると、うん、まあ、パープルーム自体がその本当に美大批判団体みたいなところもあるので、うん、やっぱり僕からするともちろん僕も美大出身だし、美大の良さもすごくわかるし、うん、それは美大って面白いところだと思うんですよ。だってその若いさ、ある一定の世代の人がさ、いろんな地域からこうさ集まってきてさ、しかも関心事が似てるわけじゃん、うん、そんなの楽しいに決まってるわけで、うんうん、なんだけれどもやっぱりその、僕はやっぱり美術大学ってやっぱり批判をいくらしても足りないぐらいしなきゃいけないとも思ってるんですよ、逆に、うん、批判がされてこなさすぎた問題が今あって、うん、愚痴はみんな言ってるけどちゃんと刺さる批判っていうのがあんまりなくて、だからこそ今こんなに制度疲労をしてるし、なんだろうな、そのやっぱり美術っていう分野が今その美術教育産業ありきのグランドデザインになってて、だから、うん、どういう学校を作ればいいかとかじゃなくて、玉美があってむさびがあって芸大があってみたいな、でとりあえずそこはもう絶対固定 でそこの教員の数とかどうやって採用するかとか、そういうこう仕組みはそこまで変わってない、変わりにくいっていうか、だからそれ政治とかと一緒だと思うんですけど、だからそこは固定されているのにどういう教育をすればいいかみたいな話に、うんうん、そういう命題がこうよくその中で議論されるんだけど、うん、僕からするとだからあまりにもその大規模な組織というかこう、うん、ボンという門構えなのに、うん、そこを通って出てくる人があまりにもこうパワーアップしてないというか、なんか、なんかこう入ってみてもなんかその安藤様だよね、芸大行ったりって、ね、芸大一回行って、うん、行ってみてもなんか、うん、そのなんだろう、その作品の例えば公表とかしても、うん、その教授も生徒もその作品にこうコミットしない話をずっとしてて、うん、その私の心の問題とか、うん、そのなんかこの心の問題を言う人とか、あとは哲学の引用でどうのこうので、うん、どうのこうのでみたいなことを言うんだけど、うん、で引用いっぱいしてるけどつまり何みたいなのがない人と か、うん、なんかそういうなんだろう、うん、作品の周りを衛星で回ってるみたいな、うん、そういう話を、衛星じゃないけど、うん、まあ、うん、そう僕はその話をずっとしてて、実技系の美大のことしかよくわかんないんですけど、うん、やっぱり僕の勝手な主観だと、うん、お前先生じゃなくていいじゃんっていうやつが、うん、85% ぐらいなんですよね。 そう、うんうん、それ以外もっと 適材適所っていうかいい人がいるのに、うん、やっぱその既得権益にしがみついて、うん、その作家としては食べていけないから、なんかこう偉そうにしているような中高年の先生たちが多すぎて、うん、芸大っていうラベルがついてるだけで生きていけちゃうから、だからついてる、だからそこ大丈夫大丈夫、うんうん、そこを固定した上で議論しても、いや一回総辞職しましょうみたいな話に僕はどうしてもなっちゃうんですよ、うん、いやもう この人このプレイヤーたちでは無理みたいな、うんうん、だから一回それは選挙と一緒でちゃんと投票してこう投票するのか、ある一定の基準で基準値を満たした人しか先生になれないとか、うん、やっぱりその内輪で固める傾向にあるし、紹介とか、うんうん、特に実技系は、うん、だからその中で何かをちょっと改善したところで、うん、それがちょっと良くなるだけの話で、そうじゃなくて、うん、もうガラッと変えないと僕はいけないと思うんですよね。だけどそんなことは実際起こらないので、うん、メンバーをガラリと変える、メンバーってもう全部もうそうですね、変えなきゃいけないですよね。まあシステムはなかなか難しいとしても、うん、やっぱりその教える先生がなんか変わるとか、なんかある一定の水準を満たさない場合1年でクビになるとか、うん、そういう緊張感を持ってやらないと、うん、なんかこう先生の方が伸び伸びしてるっていうか、忙しいとか言いながら、うん、うん、だからちょっと保証されすぎてるっていうか、うんうん、だから、うん、僕がそういう風に言うんだったらその条件でやろうっていうのがパープルーム予備校なんですよね、うんうん、だから僕ももうちょっとこういい子にしてれば余裕で大学の先生とかなれたと思うんですよ、うんうんうん、
余裕で慣れたと思うんだけど、うん、それを使わずにそれをオミットして、その代わりだからパープルームっていうのはその月謝とかもなかったり、うん、あったとしても、うん、あ月あ大丈夫です か, でですか、うん、なんか月ごとだったりするから、うん、なんかつまんなくなったら速攻でやめられるシステムになってるし、うん、なんかこう場がこうだからこう学費が1年とか、うん、あとこう、ね、単位がどうとかそういう縛り拘束するものがあるから大学って成り立ってるところもあると思っていて、うんうん、そのゼミがすごい魅力的だとか、うん、そういうことじゃなくて、うん、だからその提供してるコンテンツじゃなくて、うん、大学っていうその強固な拘束器具っていうか、うん、そこにこうここ通過しないと一人前になりませんよみたいな脅迫観念を植え付けることで回ってるような気がして、うん、だから僕はそれを使わない教育っていうものを教育もうそれは教育じゃないのかもしれないけどを最低限のコストと規模でやってみせるってことが僕はその美大教育に対する批判だし批評足り得ると思っていて、ただその美大 VS オルタナティブみたいな二項対立もしょうもないと思ってるから、だからこそ僕はその別に美大に勤めてる人とは何も関わりませんとかそんな風には全く思ってなくて、だからまあより良くしていきたいと思ってるんですよ、その、うんうん、だからより良くしていきたいけど君もいいよね僕もいいよねみたいな話じゃなくて、僕の役割は、みんなと仲良くはするけど、うん、理念上とかこう、うん、原理的にはもう美大っていうものは、まあ、批判を絶えず批判をしていかなきゃいけない役割をなんかどこからか仰せつかったのかなというふうに思っていて、それによって受ける損得って両方あって、まあ、多分損の方が多いんですけど、うん、それは引き受けていくしかないかなみたいなそういう立場です、うんうん、なるほ